U2 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 はアイルランドのロックバンドである。グラミー賞22回受賞、アーティストグループでのグラミー賞世界最多受賞記録である。1980年のデビューから現在に至るまで、解散はもちろんオリジナルメンバーの脱退や変更もなく活動しており、これまでに発表した作品や露骨な商業主義を嫌うスタンスから世界中のファンから、 持たされており数多くの賞を受賞している。中でもグラミー賞を獲得する22作品はロックバンド史上最多かつグループアーティスト史上最多となっている。2005年にはロックの殿堂入りもしている。世界に渦巻く社会問題を楽曲のテーマとしている。宗教紛争や反角運動、アパルトヘイトなどの人権問題、薬物依存症などについて、 メッセージ性の強い曲を発表、チャリティーイベントにも積極的に参加している。特にメンバーの中でボーノはアフリカの貧困救済やアムネスティ・インターナショナル・ジュビリー2000-1キャンペーンなどの事前事業に深く関わっており、2006年にはアフリカの高天性免疫不全症候群、エイズ対策プログラム支援ブランドレッドを設立するなど人権と 社会正義のために運動している。また、コンサートの規模や動員数でも世界最大、最高のバンドであり、バーティゴツアーは2005年のコンサート収益1位を記録。U2360 度ツアーは2011年のコンサート収益1位を記録し、歴史上で最も成功したアーティストグループツアーとして認定されている。なお、 これまで1位となっていた記録も、同じく U2 が1987年9月25日に、ジョシュアツリーツアーのフィラデルフィア公演で樹立した86,145人となっており、U2 自身が記録を塗り替えたこととなる。また、歴代動員記録の3位までを U2 が独占しており、彼らの人気を改めて伺わせる結果となっている。その他、ピンクフロイドや、 バックストリートボーイズが名を連ねる、歴代5位までの観客動員記録リストは、以下の通り。米国での単独公演動員記録。1、U2、97,014人、2009年10月25日、カリフォルニア州、ローズボールスタジアム。2、U2、86,145人、1987年9月25日。 ペンシルバニア州ジョン・カイケネディ・スタジアム。3、U2、84,754人、2009年9月29日、メリーランド州、フェデックスフィールド。4、ピンク・フライド、75,250人、1994年5月29日、オハイオ州、オハイオ州立大学スタジアム。5、バックストリート・ボーイズ、73,337人。 2000年2月19日、ジョージア州ジョージアドーム米経済史フ物ーブス氏が2011年6月に発表した世界中で最も稼いでいるミュージシャンでは1億9500万ドル日本円に換算すると約156億円になり第1位とされた。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第22位にランクインしている。 ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドにて16位。トータルアルバムセールスは1億7000万以上と言われている。バンド名の由来についてはアメリカの偵察機 U-2、ドイツの潜水艦、2型 U ボート U2、ファンへのシンパシーを表すなどの小説がある。しかしメンバー自身が語るところでは バンド名を決める際に挙げた候補のうち、一番マシなものを選んだだけで、特に意味はないとのこと。むしろ、U2 という無意味な言葉の解釈の自由こそが魅力と語っている。ちなみに、1991年発表のアクトンベイビー収録曲のズーステーションは、ベルリンに実在する駅名、ドイツ語でズラジスチャーガルテンで、この駅の路線名は U2 である。 1976年、アイルランドダブリンのマウントテンプル高校の掲示板に、ラリー・マレン・ジュニアが、バンドメンバー募集の張り紙を出した。これを知ったポール・ヒューソン、ボノ、アダム・クレイトン、エヴァンス兄弟、アニ・リック、弟・デーブ、ジェッジが集まり、5人で活動を始めたのが、バンド結成のきっかけである。当初のバンド名は、フィードバック、フィードバックや、ハイプ、ハイプを経て、 リックが脱退した1978年に U2 と決まった。その後、リムリックで行われたリンリックシビックウィークポップ78というタレントコンテストで優勝。1979年には CBS アイルランドアイルランドと契約してアウトオブコントロールストーリーズフォーボーイズボーイゴールの3曲入りシングル3をアイルランド国内で1000枚限定でリリース。 イギリスでのリリースはレコード会社に断られたし、IR チャートで19位に食い込む。そして1979年から80年にかけて、イギリスとアイルランドで、精力的にツアーを行った結果、ついに、アイランドレコードと契約を交わした。1980年2月、アイルランド国内で、シングル、アナザーデー、アナザーデーを発表。5月に契約した。 アイランドレコードからシングル11億ロックティックタック11億ロックティックトックでデビュー。スティーブ・リリー・ホワイトのプロデュースでファーストアルバムボーイ、ボーイを発表。1981年にはセカンドアルバムアイリッシュ・オクトーバー、オクトーバー。1983年にサードアルバムウォー、ウォーを発表した。ウォーのアルバムタイトルは 母国アイルランドにおけるカトリックとプロテスタントの宗教対立に対して普遍の非暴力主義をアピールしている。アルバム収録曲のニューイヤーズデー、ニューイヤーズデーはポーランド民主化運動の独立自主管理労働組合連帯について取り上げた曲でバンド初の全英シングルチャートトップ10位となった。ブラディサンデー、サンデーブラディサンデーは北アイルランド問題の 地の日曜日事件を取り上げ、アイルランド共和軍、IRA の活動を批判する立場を示した。このため、IRA 支持者から脅迫されたこともあったという。王は、バンド初の全英アルバムチャート1位を獲得し、バンドは多くの支持を集める結果になった。さらに、精力的なライブ活動などによりバンドの人気は、イギリスやヨーロッパ大陸のみならず、アメリカへと拡大した。 アメリカの音楽雑誌、ローリングストーン氏は、憂鬱を1983年度の最優秀バンドに選出している。同年11月には、ツアー最終公演地として、日本を訪れ、初の日本公演を行った。来日時には、フジテレビ系音楽番組、夜のヒットスタジオに出演し、ニューイヤーズデーを披露した。社会問題や、 宗教感をストレートに表現する音楽スタイルは当時のポストパンク、ニューウェーブと呼ばれた世代の中で異彩を放っていた。この初期3作品のディスクジャケットには上半身裸の少年、ピーター・ローエンの写真が使用されている。1984年、エチオピアキが救済を目指すバンドエイドのチャリティーシングル、The a e n o It's Christmas。 ドゼイノイツ・クリスマスにボノとアダム・クレートンがか。その後、ボノはアフリカ諸国の経済的自立を支援する様々な国際的プロジェクトに関与している。1984年にホースアルバム、炎、ザ・アンフォゲッタブル・ファイアを発表。現代のアンフォゲッタブル・ファイアとは、広島、長崎への原爆投下を生き抜いた被爆者たちが描いた絵画のタイトルで、 絵画を見たメンバーが感銘を受けて名付けられたものである。シングル、プライドを、プライドは、マーティン・ルーサーキング・ジュニア、キング・ボクシーへのトリビートソングであり、全英シングルチャート3位のヒットとなった。1985年には、ウェンブリー・スタジアムで、ライブ・エイドに出演した。1987年3月にフィフス・アルバム、ヨシュア・トゥリー・ザ・ジョシュア・ツリーを発表。前衛 全米チャート1位、全英アルバムチャートビルボード200を獲得した。ザ・ジョシュアツリーはリリースされるや、たちまち世界中でナンバー1ヒットとなり、中でもイギリス音楽史上最速で売れたアルバムとなっているが、いまだにその偉大な記録は破られていない。シングル、With or w i t h Out いう、With or w i t h Out いう、終わりなき旅、I still haven't found f o a it, イ・アイム・ルッキング・フォーは、ビルボードホット100で1位となり、アルバムは、世界的なヒット作品となった。また、ロビー・ロバートソンのソロアルバム、ロビー・ロバートソンにメンバー全員が参加した。1988年には、アメリカツアーのドキュメンタリー映画、魂の叫びを公開し、同名のアルバムも発表。ボブ・ディランや BB、B.B. キング、バン、ダイク・パークスらが参加した。 先行シングルの Desire, Desire は初の全英シングルチャート1位を獲得した。1989年には2度目の日本公演が開催され、スペシャルゲストに BB キングを迎えて行われた。この時期の音楽スタイルはアメリカのルーツミュージックに傾倒し、ロックの源流であるブルースやゴスペル、ソウルなどブラックミュージックの要素が積極的に取り入れられた。 東西ドイツ統一による影響のあるベルリンで制作されたアルバム、アクトンベイビー、アドンベビーを1991年に発表。それまでのバンドスタイルを大きく転換させ、ビッグビートやテクノなどの音楽ジャンルを取り入れた内容になっている。この点についてボーノは、このアルバムは4人の男がヨシュアトゥリを切り倒している音だと述べている。この音楽路線は、 1993年発表のゾーロッパ、ゾーロッパ。1997年発表のポップ、ポップへと続いていく。1990年代以降ライブがより大規模になり、スタジアムロックバンドとしての地位を構築していった。1992年、グリーンピースのセラフィールド抗議活動に参加し、放射線防護服を着て、ビートルズの4人はアイドル。 ヘルプのジャケットを真似るパフォーマンスを行った。1993年に、ズーティーヴィツアージャパンと題して、東京ドームで日本公演を開催。ズーティーヴィツアーの最終公演となった。1995年、映画、バットマンフォーエバー、バットマンフォーエバーに、主題歌、ホールドミー、スリルミー、キスミー、キルミー、ホールドメ、スリルメ、キスメ、キルメを提供。 また、ブライアン・イーノと、パッセンジャーズ、パッセンジャーズ名義で制作したアルバム、パッセンジャーズ、オリジナルサウンドトラックス1、オリジナルサウンドトラックス1を発表。オペラ歌手、ルチアーノ・パバロッティがフィーチャーされており、ビル・カーター制作のドキュメンタリー番組、ミス・サラエボをもとに、サラエボ法について取り上げた、ミス・サラエボ、ミス・サラエボは、シングルカットされた。さらに、ボノとジェッジは、 映画、007ゴールデンアイ、007ゴールデンイ主題歌として、ゴールデンにゴールデンイを、ティナ・ターナーに提供した。1998年には、ポップマートツアーで来日。3月6日に、ロノがテレビ朝日系報道番組、ニュースステーションに生出演し、およそ15分間にわたるインタビューに答えた。同年秋には、初のベストアルバム、ザ・ ベストオブユー2ー9 8 0から1990、ザ・ベストオブ1980-1990を発表する。日本では、フジテレビ系列のドラマ、眠れる森挿入歌に、ウィズ・オア・ウィアウというが使用された。2000年、ボノ原作で、ビム・ベンダース監督による映画、ミリオン・ダラー・ホテル、ザ・ミリオン・ドル・ホテルが公開。日本公開は2001年。 サウンドトラック制作や主題歌ザ・グラウンド・ビニース・ハーフィートザ・グラウンド・ビニース・ハーフィートも提供したサルマン・ラ・シュディチョの同名小説中の詩に曲をつけたもの同年秋にはブライアン・イーノとダニエル・ラノアを再びプロデューサーに迎えたアルバムオール・ザット・ユー・キャンとリーブ・ビハインドオール・ザット・ユー・キャンとリーブ・ビハインドを発表原点回帰とも言える バンド感のあるサウンドになっており、世界的にヒットした。シングル、ビューティフルデー、ビューティフルデーは、全英シングルチャート1位となった。2001年には、エレベーションツアーを開催し、地元アイルランド公演は、スレイン城で開催し8万人を集めた。2002年、第36回スーパーボールの、ハーフタイムショーに出演。2001年9月11日に起きた。 アメリカ同時多発テロ事件で犠牲者となった全員の氏名をスクリーンに移し追悼の意を表した。同年秋にはベストアルバムザ・ベスト・オブ・ユー・ニー1990から2000ザ・ベスト・オブ・1992戦を発表。アルバムにも収録されている新曲ザ・ハンズ・ザット・ビルとメリカザ・ハンズ・ザット・ビルとアメリカが映画ギャング・オブ・ニューヨーク ギャングス・オブ・ニューヨーク主題歌に起用された。2003年9月から番組最終回となる2004年3月までテレビ朝日系報道番組ニュースステーションへ楽曲の使用許可を下しオープニングテーマの約束の地ウェスト・ストリート・ハブ・ノー・ネームなど各コーナーで u 2の曲が使用された。2004年にはアルバム原始爆弾解体新書 How to Dismantle アンアトミックボム、ハウツーディスマントルアンアトミックボムを発表。プロデューサーに、スティーブ・リリー・ホワイトが復帰した。先行シングルの、バーティゴ、バーティゴはアップル、iPod CM ソング起用され、全英シングルチャート1位となった。また、iTunes ストア限定で、ザ・コンプリート・ユー・ツー、ザ・コンプリート・ユー・ニが音楽配信された。2005年、バーティゴに続き、 サムタイムズ・ユー・キャンと、メイク・イット・オン・ユア・オーン。サムタイムズ・ユー・キャンと、メイク・イット・オン・ユア・オーンが全英シングルチャート1位を得する。7月にはチャリティ・ーコンサート、ライブ8に出演した。メアリー・ジェイ・ブライジはアルバム、ザ、bon ・ブレイクスルー・デ・ボーノとワンでデュエットしており、翌年にはシングルカットされて全英シングルチャート2位とヒットした。2006年、レナード公演。 レナード公演のドキュメンタリー映画、I'm Your Man?I, イ m Your Man サウンドトラックにレナードとコラボレーションした曲、タワーオソング、タワーオブソングを提供。同年秋には、前年8月に発生したハリケーンカトリーノで被害にあったニューオリンズのミュージシャンたちを救うため、グリーンデート、Saints are coming, Saints are coming。オリジナルは1978年発表のザスキッズ。 のカバー曲を発売。すべての収益を寄付した。また、ベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・ユー・ニ・18シングルズ、ユー・ニ・118シングルスを発表。同年冬には8年ぶりとなる日本公演を埼玉スーパーアリーナで行った。これは、同年春に日産スタジアムで開催予定であったライブがメンバーの家族の病気という理由により延期されたため、行われた振り替え公演であった。 来日時の11月29日にボーノは、安倍晋三、第90代内閣総理大臣を表敬訪問し、総理へサングラスをプレゼント。アフリカの感染症問題に対する日本の貢献について高く評価し、今後も世界をリードすることに期待していると述べた。また、TBSK 報道番組、畜種哲也ニュース23ではボーノがインタビューを受けた。 12月1日にはテレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーションにはバンドで出演した。日本のテレビ番組に出演するのはボノが8年ぶり、バンドとしては23年ぶりのことであった。2008年、バーティゴツアーの模様を収録した 3D 映画、U23D を世界公開、日本公開は2009年。2009年1月、 バラク・オバマの大統領就任式に出演。キング・ボク氏が、アイ・ハブ・エイ・ドリームの演説を行った、リンカーン記念館で、プライドと、シティ・オブ・ブラインディング・ライツ、シティ・オブ・ブラインディング・ライツを披露した。2月には、アルバム、ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾン、ノー・ライン・オン・ザ・ホライゾンを発表。ボノは、巡礼をテーマにしたより、瞑想的なアルバムと表現した。 U2 360度ツアーがスタートした。8月には、ジエッジが、ジミー・ページ、レッド・チェッペリン、ジャック・ホワイト、元ザ・ホワイト・ストライプスと共演した映画、ゲット・ラウド・ジエッジ、ジミー・ページ、ジャック・ホワイト・ライフ・ギターが公開、日本公開は2011年。10月には、ベルリンの壁崩壊20周年記念式典に、バンドで出演し、ブランデンブルク門前でパフォーマンスした。 12月から公開された映画マイブラザー、日本公開は2010年主題歌としてウィンター、ウィンターを提供した。2011年東日本大震災で被災された方々への支援を目的としたコンピレーションアルバムソングスフォージャパン、ソングズォージャパンへウォークオン、ウォーコンを提供する。6月、ボノとジエッチが音楽を担当したブロードウェイミュージカル スパイダーマン、ターンオフザダーク、スパイダーマン、ターンオフティーダークが公開された。また、前年に、ボノの負傷により、出演キャンセルした、イギリスのロックフェスティバル、グラストンベリーフェスティバルにヘッドライナーとして出演した。2012年、発売20周年を記念して2011年末に、デラックス版を含む、複数種で、リマスター再発売された、アクトンベイビー。 アドンベビーがビルボード200で再び1位を獲得。2013年にはネルソン・マンデラの著書を原作とした映画マンデラ自由への長い道主題歌にオーディナリーラブ、オーディナリーラブを提供した。2014年2月配信曲インビジブル、インビジブルを発表。配信開始24時間限定で無料ダウンロードできた。これはバンクオブアメリカが 期間中、ダウンロード1件につき上限200万ドル、約2億400万円まで1ドルずつ、エイズ、結核、マラリアと戦う、世界基金に寄付を行うという取り決めになっていて、結果300万ドル、約3億600万円を超える寄付金を集めることに成功しと報じられた。5月、アメリカの楽器メーカーフェンダーは、ボノとジエッジが取締役に就任したと発表した。 9月、カリフォルニア州クパチーノで開かれたアップルのイベントにメンバーが登場し、アルバム、ソングスオブイノセンス、ソングズオブイノセンスを全世界のイトゥーンが利用者に無料配信することが発表された。5億人とも言われるユーザーに配信されたが、突如ライブラリーに追加される仕組みには、ユーザーの混乱を招き苦情もあったため、アップル側が削除ツールを公開する対策を講じた。 無料配信された10月中旬までにおよそ8、100万人のユーザーがストリーミングし、およそ1、600万人のユーザーがダウンロードしたとされている。10月には CD 版が発表された。2015年前編後編2部作となる映画、ソロモンの偽証主題歌に、ウィズ o ア・ウィズアウトというを提供。日本映画へは初の楽曲提供となった。ライブでは、 毎回異なるコンセプトでパフォーマンスを行い、独創的なステージセットやコンサートの規模、動員数、収益が話題となるバンドである。2006年にアメリカの雑誌、スピンから世界で最も良いライブを行う25バンド第1位に選出されている。1992年から1993年にかけていったズー TV ツアーでは、ステージ上に 巨大なテレビを多数設置し、パフォーマンスに合わせて異なる映像やメッセージを流した。また、ドイツ車、トラバントを照明として使用したり、会場の中央にまで花道を置く、ステージ設計など、当時としては、画期的なステージセットであった。ライブ中にはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争下のサラエボを衛星中継で結び、包囲された市民の参上を観客に伝えた。他には、 衛星中継で、ルーリードと共演をしたこともあった。また MC では、ボノが開催地のどこかへ電話をかけるコーナーがあり、フランスのメッテラン大統領、当時、ドイツのコール首相、当時、アメリカのホワイトハウス、ブッシュ大統領、当時は、つないでもらえず、大統領候補であったビル・クリントン、本人との会話に成功などのほか、ピザ屋に、ピザ1万枚の宅配を注文したこともあった。 1993年12月9日10日に東京ドームで行われた日本公演では初日が横綱明保の当時2日目は117番 NTT の時報ダイヤル相手にマドンナにつないでくれと言っていたマドンナは当時日中だった。1997年から1998年に開催したポップマートツアーでは 高さ17メートル幅51メートルの巨大スクリーンとミラーボール式のレモンのオブジェなど総額約180億円もの費用をかけたスタジアムツアーなった。ボスニア紛争停戦後以後の1997年には北大西洋条約機構 NATO 平和維持軍監視下のサライボでポップマートツアーを開催。入場料収入の全額をボスニアの戦争個支援基金。 ウオーチャイルドへ寄付した。2001年に開催したエレベーションツアーや2005年から2006年に開催したバーティゴツアーでは一見するとシンプルなステージに戻ったかのように見えたが最先端の装置、照明、映像を駆使しておりバンドのこだわりが感じられる内容と演出になっていた。2009年から2011年にかけて開催した U2360 度ツアーは、全110公演の興行収入が約7億3614万ドル、観客総動員数が726万8430人という、これまでに報道された、どのコンサートよりも高い数を記録した。このツアーの成功で、改めて U2 の世界的人気が根強いことを証明しただけでなく、通常よりも25%増しの観客を、 動員できるザクローザクロウ。カギ爪と名付けられた巨大なステージセット運営が成功したということになった。他5。おさむき